はいどうも皆さんこんにちは、三軒茶道新平です。今日もこのままやっていきましょうということで、今回はテスラコラボガチャリベンジでございます。リベンジというかね、もうまあ一応ね、生放送での切り抜きを動画でアップロードさせていただいて、ほんでもう生放送の中でもね言ってたんですよ。とりあえずコンプするまでは行きますと、ということで、まあコンプするまで行きます。でとりあえず今回の動画ではまあ天井のね150連を目指して20連も先に引いてるので、まあ、120連追加で引いていこうと思うんですけども、まあ、これで足りなかったら、第3幕ということになります。で少なくとも今回でリムルは引きたい。前回のね20連たった20連の動画をありがたいことに見てくださった方は分かってると思うんですけど、まあミリムが出るんですよ。僕前回第1弾が来た時にミリムがもうすでに祝福25まで上がってて、で今回で、2体プラスで当たって35になりました。まあミリムのね服もどれだけ上げられるかっていうところも気になるので、まあ、そこも頑張っていきたいかなと思うんですけど、まあ、とりあえず今回は、リムルが欲しい。で、今回もですねコラボ期間中になんとか頑張って、頑張っていや、うん、キャラ解説動画も上げたいと思いますので、そちらもねお楽しみいただければと思います。ということで早速引いていきましょう。でいい、おいいよ、終わる、まさか、ちょっと待って、あんだけ引っ張っといて終わる、頼む、2種類の気持ちの頼む、うん、複雑今すごく、どうよ、よし、よ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 は違うな。うん。でも C はシュナシオンが可能性としてあり得る。はい、ありがとうございます。やはり、リムル様は私がお世話いたします。いいえ、秘書である私が。いやー、いいね。いいよ、順調。いや、シュナシオンに関しては、マジで欲しかった。本当にね、魔種族のあのスペックの回復ってなかなかおらんのですよ。うん、スキップ。でね、ゴブタとソウエイに関しても、全然拾えてなかったんで、今回ね、結構拾いに行きたいなと思ってて。やっぱね、コラボの、4個って強い。うん、まあ、ゴブタに関してはあんま使わないけど、ソウエイはね、結構、うん、さあ30、いや待て、俺にはミリムが2体当たった覚悟がある。調子に乗らずに行こう、頼む。流れ星は1つなので、まあ1体ね、1体確実にリーが来ればもう勝ち、リーが来たらもう俺の勝ち。リお、え、どうう、はい、とりあえず一体、ちょっと待って、おっと、おっと、え、え、ああ、え、おー、え、はい、はい、あ、次行きまーす。どうしよう、 思いのほかの展開でとても私は驚いている。これが今生放送じゃなくて本当によかった。はい、虹、これもう手で終わり、手で終わりだよ、手、ああ、ディアブラ、身の程知らずにもこの私を呼び出したのはあなたですか。はい、あれミリム一体も当たってなくね。